はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。11月23日渋谷で NHK スクランブルでもやります。皆様よろしくご参集ください。松戸市議選に我が党から千田隆が立候補しております。松戸市の皆様はよろしくお願いいたします。11月15日ポーランド東部のプシェボドフ町にミサイル2発が着弾、2名死亡だそうであります。Google Earth で、見たんですけど、農村地帯みたいですね。ですんで、2名で住んだのかなって、感じなんですけれども、まあまあ数の問題じゃないですけれどもね。アメリカ政府、ロシアのミサイル、ポーランド政府、ミサイルの残骸を調べたらロシア製、国家安全保障会議を緊急招集だとであります。ポーランドは NATO の一員でありまして、結構な大事になっております。ネットの話、NATO の報復不可避、北 NATO の出番、マジで世界大戦ありえる、絶対やってないって言い訳しそう絶対やってないって言い訳じゃなくて、ロシアは絶対に言い訳しそう、という意味だろうな、これ。ウクライナが撃ったって言いそう、アメリカがレーダーで追尾してるからロシア軍で確定だろう、やっちまったな、誤射かもしれない、だったらしょうがないよねとはならんだろう、いうことで、みんな大事になっちったなーみたいな意見が多数でありました。 NATO の一員の戦争イコール NATO 加盟国全部に参戦義務があるそうであります。北大西洋条約機構第5条、加盟国への攻撃は参加国全体への攻撃とみなすと。過去にはですね、911テロ、同時多発テロの時に、ブッシュ大統領当時がですね、これはアメリカへの攻撃だっつって発動した過去があります。その時1回だけだって。ここでどっこも動かないと信頼を失って、 NATO そのものが空中分解の可能性もあると、NATO vs ロシアの世界大戦勃発でしょうかっていう危機でしょうか。現にね、エストニア政府が早々に、我々は NATO 領土の隅々まで防衛する準備ができている、まあ、自国だけじゃなくて NATO 加盟国全部の領土を防衛する、気満々です、声明発表しておりました。いち早いなエストニア、なかなか賢いな。起死鮮明っていうのは大事ですからね。ぐだ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 コウモリやってると、どっちからも信頼されない、どっちからも軽く見られる、どっちからも舐められる、侮られる、バカにされる、嫌がられる、そんな国がすごい近い国ありますけれども、大方の予想通りロシアはですね、俺じゃない、言い出しました。まあ、声明発表なんですけれども、ロシア国防省、報道されているミサイルに関するものは状況をエスカレートさせるための意図的な挑発行為だ。ポーランドに攻撃は行っていない。まあ、陰謀だとか言ってるみたいですね。状況をエスカレートさせるための挑発行為。どこがどこを挑発してんだよっていう疑問がすごくあるんですけど、何言ってんのっていう感じなんですけれども、まあまあ日頃から大嘘つきのロシア政府のことですんでね。それにですね、15日はですね、ウクライナに対して100発もミサイル撃ち込んだらしいんですよ。そのうち2発がフラフラと行っちゃったのかなって思いますけれども、ネットの話、見苦しい。そう言うと思った。じゃあどこが撃ったんだよ、ロシア製なのにね。残骸調べたらロシア製って書いてある。頭にウォッカ持ってんだろ。モルドバにも落としていたしな。今まで散々前科列が言っても、ここでなーなーで済ましたら NATO 崩壊すんじゃね。まともなミサイルが尽きたんだろう。掲示板ではですね、ゴモーとロシア信者が誤射だ、陰謀だ、大にぎわいしておりました。今頃近辺頭抱えてんじゃねえのかな。ロシアのミサイルが着弾、ポーランド政府じゃなくてアメリカ政府が発表、衛星で丸見えなんですよねこれね。撃ち尽くしてまともなミサイル残ってない。下っ端が暴走、まあどっちもありえますね。 NATO vs ロシアが起こったとして、
帝国は我が国は、NATO に準加盟オブザーバー参加しておりますんで、まあまあ本参加はできないんですけど、できてないんですけど、それは防衛費 GDP2% の加盟資格を満たしていないため、防衛に手抜いてる国は NATO に参加できない、安保のただ乗りと罵られ、蔑まれ、嫌がられ、嫌われ、まあ近くにそんな国ありますけれども、だがしかし日米同盟があるんで、まあまあ米軍には付き従うでしょうね。唯一の同盟が日米同盟ですから、極東から攻め入る米軍の後方支援はするでしょう。米軍こそね、NATO の本体ですしね、まあどさくさでですね、北方領土を取り戻すチャンス、まあよっぽどうまくやんないと、非難強豪とかあるでしょうけど、島の維持は任せて、米軍よろということで、まあ以前ロシア政府がですね、大戦の結果を受け入れろっつって北方領土の占領を正当化してたからね、外交相互主義の大原則にのっとってロシアが滅びるまで占領継続できれば頂上ですね、北方領土の島のね、酒井亮海上幕僚長、これ帝国海軍大将です、帝国海軍大将、海上自衛隊のトップってことなんですけど、記者会見、昨日ですね、レーダー照射問題と旭日機の不当な排斥を挙げ、2つの問題が明確にされない限りは防衛交流を推進する状況ではない、ボールは韓国側にあると述べました。ネットの話、全力で支持、言うのすぎる、うやむやにできんかったか、どう回答するか見ものだな。韓国が回答不可能なのを分かってて煽ってる、追及しないのかよと思ってたら地道にやってて見直した、こっちには一切非がないんだからガンガン言ったれ、メンツ云々以前に敵対行為なので当然、旭日機にも触れてる時点で最高だ、今後韓国側から整理された回答があると認識してるとも言いました、これは韓国に対してですね、なんか言えよらって言ってることですね。本来なら自衛隊最高指揮官の岸田総理が言うべきことなんですけど、ダメだ総理には無理でしょうな。岸田総理、ダメだ総理。旭日機は海事の正式、公式の旗なんで、これをね、排斥されたら、協力なんかできねえよっていうのは当然ですね。以前、韓国国会にですね、旭日機、掲げた船の入港拒否するっていう法案が上がってたけど、さすがにこれ否決されたんでしたっけ？可決されたら、そういうニュース、飛び込んでくるはずであって、照準レーダー照射の件はですね、なんか再発防止策させないと、謝ったり賠償させたりしないと、韓国軍は自衛隊に狙いをつけていいっていうことになり、大問題、ここ譲れませんね。海軍大将にこう言われた韓国政府、また時みたいにね、壮大な BGM 付きの、PV 作って言い訳すんのかな、見たくもあるな、面白いからな、藤田産経グループ調査、立憲民主党支持者に聞きました。反撃能力を保有すべきか、持つべき 62.1%、 持つべきでない 30.1%、 持つべきでない 30% 多いな、これは立憲支持者だけに聞いた数字ですからね、全員に、国民全員にランダムに無差別対象をしたわけではありません、にしても過半数6割が持つべきである立憲支持者ですら、立憲を支持しているような赤い連中でさえっていうことですね、ネットの反応です。常識的に考えて当然、ごもうパヨ発狂パヨ、立憲は寝とうよ、共産党の支持者はまともなやつもいたんかよ、なら立憲なんか支持してんじゃねえよ、全くだな、全く。立憲自体は反撃能力持つな、刺激するな言ってんだから、その6割は立憲支持者やめたらいいのにね、立憲支持してるような頭じゃどうすればいいかなんてわかんねえんだろうけど、その半分になんで立憲を支持してるのか聞きたい、
立憲は支持者の意見を聞き入れろ、共産と社民と令和浮いちゃったな、これ前から浮いてますよ浮いてますよ、共産と社民と、令和はでね、世間から浮きまくってることをですね、愚民どもは何も分かっていないっつって、本当は自分がバカなのにそうやって言い訳してますます濃くなってんのが共産と社民と令和の連中であります。とりあえず立憲はツイッター見て政策決めんのやめろよそのツイッターもね、支持者のばっかなんだよな、普通の人はブロックしてからね、立憲のあの議員ってね、普通の一般的な常識的な人はブロックしてから自然とですね、赤い、頭が悪い、ツイートばっか目にするようになって、出す政策、ことごとくドスベリしてるっていうですね、現状があります。試験なんですけど、これは外観誘致まっしぐらで隠す気もない、共産党の支持者にも聞きたいお題だな。反撃できず殺されたいのが、共産党支持者にね、赤旗配ってるような濃いやつにも、まあ、聞いてみたいな。まあ、命あっての反日活動ですもんね。日本政府破壊工作してますもんね。社会を混乱に陥れようとしてますもんね。共産党支持者、自由平等平和って耳障りのいいことを言ってる立憲は支持するが、侵略されるのは嫌っつ立憲支持者の甘えが見て取れませんか。こいつらどこまで甘いんだわね。様々な法律やシステムでもって生命財産言論の自由が保障されてるのに日本政府を倒したいとか考えてる赤どもね、その年までね、ギャー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 騒げる体力健康体なのは整備された医療制度のおかげでしょうよ。それはね、国内を混乱させるためにぶち壊したいとか日本を破壊したいとか、甘えなんだよね。ほんまに左翼は甘え、甘えどころか大甘え、左翼の幼児性には驚愕しますけれども、立憲支持者の過半数が反撃能力獲得に賛成、立憲がですね、ツイッター上で大声上げてる意見を見てあくまで反対っていうなら、まあそういう人らは支持をやめるっていう手段もあるよね。支持者の6割やめたら、結構大変なことになるんじゃなかろうか。立憲共産党は、日本政府攻撃を受けた際に解放を防衛省の指揮下に置く方針を発表しておりました。共同通信、自衛隊と海保の一体化が急速に進む懸念がーって書いちゃって、あちこちに突っ込まれ、一体化進むのをなんで懸念すんで、それの何が問題なんだ、どこの国目線、まあ、人民軍目線ですかね、今までそうでなかったのがおかしいだろ。公明が牛耳ってる国交省の所管じゃ安心できん、当然だろ、国交省やばいだろ、海保の船にも対艦ミサイルも積んどけよ、防衛体制が充実すると不都合な共同通信の存在に懸念がある。さすが人民の代弁者共同通信だな。防衛が充実しと都合が悪いようで懸念しまくりスパイ丸だし、スパイ防止法制定の流れだったら、まあ、共同通信は死に物狂いで、嘘でも何でもついて反対するんでしょうね。公明党の支持でハングル艦隊字表記をご利用しする国交省やばいっすからね。有事にはとか言ってないで、もう平時から今のうちから海保を国交省から取り上げるべきではないかって考えますけど、前日のですね、海軍大将と同じ四つ星階級は国内に6名いるそうであります。まあトップ大将ですよ、陸軍大将、海軍大将、空軍大将、これ空自幕僚長、玉神さん空軍大将でした。統合大将、これはまあ、陸軍、海軍、空軍ともう一つ、統合大将、だからといって統合大将が偉いわけではなくて、まあまあ3名の大将の間を取り持つみたいな、この4名で幕僚長会議するみたいであります。海上保安庁長官も四つ星、警視庁警視総監も四つ星の6名が
今んとこね、あの国内の四つ星保持者、海保と警察は、まあ、準軍事組織って見なされてんのが分かりますでしょうか。これで、有事の際にはどうせ国内で誤毛が放棄すんだろうから、あちこちにあの放火して回ったりすんだろうから、まあ残りの四つ星のですね、警視庁警視総監も防衛省の指揮下に入っていいがんな、平時からこれができたらですね、バカパよ阿鼻叫喚でしょうね。まあ見たいんですけど、それが見たいんですけどね、そのスパイどもね。というわけで、共産主義者に敗北を、帝国に勝利を、デトックスジャパン。